曰く、昔路中連という将軍ありき、平原君が国にありてよく朝敵を平らぐ。平原君称して数多の金銀等を与えしかば、路中連自して曰く、ただ将軍の道なれば敵をよく打つのみなり、将を得て物を取らんためにあらずと言いて、あえて取らずと言う。路中連が連敷とて名誉のことなり、俗なお剣なるは我その人としてその道の能をなすばかりなり、変わりを得んと思わず、学人の用心も格のごとくなるべし、仏道に入り仏法のために諸事を行じて、代わりに所得あらんと思うべからず、内下の諸教に皆無所得なれとのみ進むるなり。まずは9だけにします。English version page 39. In an evening talk, Dogen said, once there was a general whose name was Lodren. While residing in the country ruled by Heigenkun, he subdued the enemies of the court. Also, Heigenkun prized him and wanted to reward him with much gold, silver, and other things. Lodren refused, saying, I put down enemies only because that is the role of the general. I did not do it to gain some reward or positions. So saying, he never received the reward. Lodren was famous for his rightness and integrity. Even in secular society, those who are wise carry out their tasks solely for the sake of fulfilling their roles. They do not expect any reward. Students of the way must have the same mental attitude. Once you have entered the Buddha way, you should practice the various activities just for the sake of the Buddha Dharma. Do not think of gaining something in return. All teachings, Buddhist or non-Buddhist, exhort us to be free from the expectation of gaining a reward. それでは9を読んで、第5に訳していきたいと思います。ヤワニ曰く、路中連という将軍ありき。ヤワに言われました。昔、路中連という将軍がいました。路中連というのは、四季の列伝、なんか偉大な人の、
エピソードをいろいろ書いてあるものらしいんですけど、まあ、その将軍がいたと。平原君が国にありてよく朝敵を平らぐ。平原君というのは、平原君、君というのは尊称の名前ですけど、中国戦国時代の四主君の一人ということで、他に3人あったんですけど名前は控えておりません。がの国にこの盧仲連という人が、たまたまいた。この盧仲連という人は特にどこかに 所属せずいろいろあちこちに、行って歩いていたらしいんですけれど、まあ、将軍という役割でいろんなところに、いたらしいんですけれど、平原君の国に、いた時によく朝敵を平らぐ。朝敵を平らぐというのは、朝っていうのは、まあ、朝に倒したという意味ではないと私は受け取りまして、朝というのは、朝のうちに、敵を平らぐと読みました。朝のうちにというのは、まあ、手早く、敵を倒したということだと思います。すなわち鮮やかな手腕で、敵を収めたと。それはどこかの現代語訳と照らし合わせた？あ、いいえ。いいえ、うん、はい、英語を見てると、はい、court となっているから超、超の敵というふうに訳かな。超の敵、超、要するに皇帝の超、王朝、王朝ですね、王朝というふうに解釈されているらしい。朝敵を平らげた、朝のうちに平らげたじゃなくて朝の敵を。あ、なるほど。ああ、なんとか朝と日本で言いますね。そうそうそう、はい、あ、そうですか、なるほど。あ、意味が通じました。この朝をどう訳そうか、自分なりに考えてそう流れになりました。朝の早いうちに、はい、朝のうちに、いや、この内容から言って、そういうニュアンスかなと思ったんですけど、はい、それが一番正解だと思います。じゃあ国、皇帝の敵を治めたということですね。はい。平原君称してスータの金銀等を与えしかば。この平原君、とても褒めたたえて、よし君に金銀財宝いっぱい、まあ、土地もという話もどっかで聞きましたけど、たくさんのいろいろなものを報奨をね君にあげようと言いました。しかし盧仲連辞していわく、盧仲連は、辞退して、こう述べました。ただ将軍の道なれば敵をよく討つのみなり、賞を得て物を取らんためにあらずと言いて、あえて取らずという。盧仲連は、私は将軍です。で、将軍という役割を担っている私は、ただ敵を、手際よく、手落ちなく敵を攻めて滅ぼすのみですと。それが将軍の役割だ。だから、褒美をもらおうと思って、やっているのではありませんと言って、そのようなものは私には必要ないと言って受け取りませんでした。盧仲連が演じとて名誉の異なり。まあ、この盧仲連という人がとても、正直で、無視の無視、私、まあ、欲のない人ということで有名な話であると。俗なお賢なるは我その人としてその道の脳をなすばかりなり。俗の人でも賢い人は、私は、
私の仕事はこれだと。それにそれをする人ということで、自分のすることをきちんとするというばかりである。変わりを得んと思わず、何かを得ようと思ってそのことをしてはいない。学人の用心も格のごとくなるべし。仏道修行をしている人の心得もこのようなことでなければならない。仏道に入り仏法のために諸事を行じて代わりに所得あらんと思うべからず、仏道修行を始めて、そして仏法のためにいろいろなことを行いますが、その代わりに何かを得ようという思いがあってはいけません。内下の諸教に皆無所得なれとのみ進むるなり、まあ、仏教でも仏教以外の教えでもどこにでも無所得であれと進めているというのがこの話です。この話です。